こんにちは、みずきです。今回は最近の使い切りをご紹介していこうと思います。はい、ということでね、またちょっと左右にね、口角炎ができてしまったのでマスクで失礼します。はい、で、使い切りということなんですけど、今回は今までに紹介したことないものとかも出てくると思うので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。はい、まず一つ目はこちらです。ウルモアクリーミーフローラルの香り。はい、こちらの入浴剤です。この入浴剤は個人的に本当乾燥してる時には一番合ってるなと思った入浴剤で、本当このお風呂に入った後は全然カサカサがね気にならないんですよ。でもこれすでに詰め替え用を買ってきたんですけど、なんか意外と秋冬とかがね乾燥するかなと思ったら、結構この時期も体のね乾燥が気になったので、ちょっと最近またねずっと使って体の保湿をしてます。で、あとね、入浴剤、こちらエモリカの薬用スキンケア入浴剤、気分ゆったりフローラルの香り。はい、こちらは前にも紹介したことあるかなと思うんですけど、これはリピート何回目だろう、 3、4回目のものです。これもね、スキンケア入浴剤で、肌荒れとか湿疹そういう時に使えるようなもので、なんだろう、香りが結構優しくて、まあ癒されるような香りで、もちろんしっとりはするんだけど、上がった後は意外とさっぱりしてます。だからどちらかというと、しっとり感が残る入浴剤はこのウルモアの方かなと思います。まあ、ちょっとね、肌荒れとか乾燥気になる方はぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、こちらアユーラメディテーションバス、こちらなんですけど、これも、まあ、ちょっとした肌荒れだったり乾燥してる時にももちろん使えるんですけど、個人的にこれはストレスがね結構溜まった時とか、そういう時に使うとね、ちょっと気分が晴れて、なんかそういう面でねすごく良かったので、これもねまたリピートしたいなって考えてます。この入浴剤は結構有名ですよね。まあ、若干高いのはあるんですけど、毎日の入浴というよりは、まあ、ちょっと特別な日だったりとか、疲れた日のご褒美とかに使うのもいいかなと思います。あとね、プレゼントとかにすごく良さそうです。もちろんこれに使った後のお肌の状態も、まあ、全然乾燥する感じとかもなく、とにかくね香りが癒されるので、私は癒されたい時にこれを使ってますね。はい、続いてこちらです。カウブランドの牛乳石鹸赤箱です。最近の動画、スキンケアの動画で紹介したものになるんですけど、私これでね最近洗顔とかしていて、肌が荒れてる時でも荒れてない時でもすごくこう洗い上がりの感じが良かったので、最近はずっとこれを使ってますね。で、私これ一個一個は買ってなくて、何個かね入ってるタイプのものを買ってるので、まあ、もちろんリピートというか、もう新しいものを出して使ってます。多分お肌が安定するまでは一時はこの石鹸を使うと思います。あとね、これの青の方もあるんですけど、それは結構洗い上がりがさっぱりした感じのもので、この赤箱はね、しっとりタイプのスクワランが配合されてるので、乾燥とかがね気になる方でも使えるようなものかなと思います。意外とねこれってこう体に使うものって思ってる人が多いと思うんですけど、本当全身に使えるので、ぜひぜひ試してみてください。続いてこちらです。オルフェスのセンシティブマスクです。はい、こちらは敏感肌用保湿ということで、ティーツリーエキス、歯科成分が入ってて、でそれでね、肌荒れとかを防いでくれたり、鎮静効果もあるので、ちょっと赤みがあるなっていう時に使ってました。で、今ねこのオルフェスのマスク何種類かな、10種類くらい、結構種類あると思うんですけど、それ今ね全種類あって、こうその時のお肌の状態に合わせてこう日によってね使い分けをしてるんですけど、とりあえずこれが一番最初になくなったのでこちらを紹介してるんですけど、シートがね結構良くて、ここにも書いてあるんですけど、オーガニックコットン 100% のシートになってます。なので、まあ、シートにこだわりがある方とかね、ちょっと肌荒れとか気になる方はこれなかなかいいかもしれないです。あとね、オルフェスシリーズは本当に全部ね液体がすごい多いんですよ。なので使った後もその液体でねこう全身になじませたりとか、そういう使い方もできて、なかなか私は気に入ったマスクでした。またどんどんね使い切り出てくると思うので、その都度ご紹介していこうと思います。リピートはね全然ありなんですけど、ちょっとこのオルフェスシリーズのマスクがたくさんあるので、それを試してから最終的にどれかをリピートしたいと思います。はい、続いてこちらです。ハニーラボのスキンケアトライアルセットです。
私最近ね、こういうスキンケアとかのお試しにすごいハマっていて、なんかやっぱりどうしてもスキンケアってね、使わないとわからないじゃないですか。なんだけど、こういきなり現品サイズとか買っても合わなかったらね、すごく、まあ、損した気分というか、ちょっとね、残念なので、まずこういうね、スキンケアのトライアルセットがあるのはすごくいいなと思って、私はこの山田養蜂場のスキンケア、ハニーラブのこのセットを使ってみました。こんな感じの容器に入って届くんですけど、この洗顔はちょっと泊まりの時とかに使っていこうかなと思って残してます。で、これ中身が、ちょっともうね、使っちゃってないんですけど、こんな感じで入ってて、まずメイク落とし、洗顔パウダー、発酵蜜エッセンス、美容液ですね。と化粧水、乳液がついていて、1100円ですね、送料無料の。で、あとね、パックとこの洗顔の泡立てるものもついてました。で、私結構ね、肌荒れしてる時にこのトライアルセット使い始めたんですけど、赤みとかがある時に使ってもそんなにこうピリピリする感じとかもなく、刺激もね本当に少なかったです。で、使った後のお肌もこう意外とね、こういう蜂蜜系ってベタベタするかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、しっとりはしてるんだけど、こう重いしっとり感じゃなかったので、個人的にはすごく好きでした。美容液はね、なんかね、すごい香りも良かったし、美容液使った時点でね、なんかちょっとこう肌の感じが違うというか、化粧水、美容液、乳液した後のお肌みたいな感じだったので、美容液はね、本当リピートしたいなって思いましたね。で、今他にもね、こういうスキンケアのトライアルセットいろいろと試してるので、また使い切りだったりお気に入りとかでね、紹介していこうと思います。で、本当ね、こういうお試し系はすごいお得感があっておすすめです。はい、そして次ラストです。じゃん、こちら芳醇サジです。あともうね、1、2回分余ってはいるかなと思うんですけど、もうなくなりそうだったんでご紹介してます。これは多分ね、知ってる方も多いかなとは思うんですけど、ずっと前から SNS とかで見ててすごい気になって、で、今回ねお試ししてみたんですけど、私もともとね、生理痛がすごい重かったりとか、体のだるさがねすごい気になってて、で、これをねおすすめしてる方たちが、まあ、その生理痛だったり思ってる方が多かったので、あ、私もいいんじゃないかなと思ってね、そこからちょっと気になって飲んでます。グミ科の植物なんですけど、ビタミン A、ビタミン C、ビタミン E で、鉄をはじめ200種類以上の栄養素が含まれています。ということで、ビタミンも豊富だし、そして何よりね、鉄分がすごい多いということで、女性はね、すごくいいんじゃないかなって思います。まあ、もちろんね、こういうのは個人差とかあると思うんですけど、個人的にね、ちょっと汗をかく量が増えたというか、お風呂でね、汗をめちゃくちゃかくようになりました。まあ、これのおかげなのか何なのかわかんないんですけど、こう手足の冷えとかにもいいんじゃないかなって思います。でね、これ冷蔵庫で保管してるんですけど、私最近ね、これのハマってる飲み方があって、もちろんこれ原液でも飲めるし、ね、1日に30から 60ml の目安があるんですけど、まあ、例えばそれを牛乳とかヨーグルトとかお水で割ったりしてもいいし、そうで、私が一番好きなというか、最近よくやってるのが、このね、炭酸水に混ぜて飲むっていうね、めちゃめちゃハマってます。ほんとすっきりして、なんかね、癖もちょっと抑えられてる感じがするので、いや、どうだろうな、最初はね、多分なんか野菜ジュースだったりフルーツジュースに入れて飲んでたんですけど、それで慣れてからこういう飲み方にしたので、まあ、最初はやっぱフルーツジュースとかで合わせるのがいいかと思うんですけど、今ね、ハマってるのはこの炭酸水に入れて飲んでます。ちょっとこれは続けていきたいなと思ってます。で、これもね、お試しが送料無料の500円なので、気になってる方はね、全然このお試しするのありかなと思います。で、ほんとね、さっきのスキンケアとかもそうなんですけど、お試しは本当にお得だし、その1回のお試しでね、合う合わないがわかるので、すごくいいなと思います。はい、という感じで、今回は最近の使い切りをご紹介していきました。ほんとね、最近ストレスがすごくて、口角炎がね、できたり治ったりできたり治ったりしちゃうんですよ。なので、ちょっとひどい時にはこうやってマスクをつけて動画を撮るので、ちょっとその辺はご了承ください。今回はね、使い切りの紹介だったんですけど、お気に入りのね、紹介を最近できていなかったので、お気に入りをね、たくさんご紹介したいと思います。楽しみにしていてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。では。